はい、皆さんこんにちは。水子川太郎のコムテです。今日は蜂の巣のことをやります。はい、これね、これ、我が家で採れた蜂蜜なんです。このね、50ml かな、こんな小さい瓶の中に詰めています。今回ね、これ採蜜できた蜂蜜なんですけれど、実はね、いいことではなくて、ちょっとね、残念なことだったんですよね。今日はね、ちょっとこの残念な出来事について皆さんに聞いていただこうかなと思って撮影してきました。ではまず、そちら動画の方ね、見ていただきます。どうぞ。はい、こちら家の裏に置いている巣箱なんですが、ほとんど蜂の出入りがなくなってしまいました。ちょっと中を覗いてみろということですよね。開けて中見てみようと思います。ああ、もう中すっからかんですね。全然ダメだ、何もいけない。ちょっとひっくり返してみます。一応ブーンという羽音は聞こえますが、もうね、壁のあたりとかこう白くこれスムシの巣がいっぱいできていますし、全然いてないですね。サナギもないです。幼虫もないです。一時期ね、幼虫を外に放り出す小出しがたくさん見られたんですけれども、その時にね、耐えてしまってたのかもしれないですね。蜜も入ってなさそうかもしれない。あー、残念。終わりですね、これね。もう壁とか見るとこうね、スムシの白いサナギみたいなのがいっぱいあります。眉みたいなのがね、いっぱいあります。蜂もいなくはないんですが、飛んできてますが、これは他の巣から糖蜜に来てる感じです。これは大台の跡かな、女王蜂が抜けた跡みたいですね。こんなのがあります。これはもうどうしようもないですね。と、危ない。今どけたブロックの中に、コンクリートブロックの中にアシナガバチの巣ができていました。よく刺されんかったこと。はい、それではですね、巣箱の中身がね、耐えてしまった巣箱なんですけれども、これから天井のネジを外して開けていこうと思います。結構硬いですね。結構ね、釘が長いです。ネジ釘すごく長いです。もう抜けそうですね。はい、初めて巣箱の天井と本体の隙間のところにスクレーパーを差し入れていきます。ローでガッチガチに天井板にくっついているので非常に硬いです。他の方の動画で見る限りでは、軽々と切っていらっしゃるように見えたんですけれども、実際自分でやってみるとね、すごく力がいる作業だなと、難しい作業だなということが分かりました。本来でしたらこの後ワイヤーを入れて、ワイヤーで巣板を切って、それから蓋を開けるんですが、私はワイヤーを持っていませんので、このまんま開けていくことになります。とりあえず開けてみます。これで開くと思います。あ、まだ蜂が残ってる。ちょっとね、完全に中央の方を切れていなかったので、こんな感じですが、少し蜂が残っています。外へ出してやると思います。中の状態はこんな感じ。まだちょっとね、蜂残ってるんですけどね、蜂蜜も少ないですが残っているようですね。で、今ここにいる蜂はね、おそらく中に残っている蜂蜜を持ち去ろうとしている、糖蜜しに来ている蜂だと思われます。はあ、ちょっと残ってますね。よかった。で、スムシの被害も気に
していたんですが、それほどなさそうな感じです。コスモシの、 あの眉の糸がねいっぱい綴ってるかなと思ったんですけど、全然そんなことないですね。あ、よかった。巣に蓋はされてないですね。だから、蓋されてるところもあるかな。あんまりこう濃縮、完全に濃縮しきった状態の蜂蜜ではなさそうな感じがします。ちょっとね、残しておいてくれた蜜をいただこうと思います。はい、今この端っこの方の出してみましたが、全く空っぽです。軽いスカスカの、本当にスポンジみたいな感じの感触、空っぽの巣板です。これ本当に何も入っていないので、もうそのまま蜜蝋にできるような感じですね。まだ少し蜂がいるので、どの辺から取ったらいいかなと思って悩むんですけど、端っこから順々に少しずつ外していこうと思います。これね、上の方が貯蜜槽、これ今開けてるのが天井なんですけどね、上の方が貯蜜槽、蜜を貯めている槽で、下の方に育児槽があるらしいです。だから、上の方に蜜が溜まってて、下の方はもしかしたらもう空っぽなのかもしれないですね。これね、重箱になっていなくって、ゴーラみたいにストンと筒になっているので、ちょっとね、外すのが難しいんですよね。どうやって取ったらいいだろうかっていう感じです。ここね、壁のところと巣板が一体化しているところが、密着しているところがあるので、そこを切り離していかないと取れないですね。もうこれもほら、すっからかんですね。空っぽです。空っぽの巣板はそれはそれで蜜蝋として使えるのでありがたい。そのまま、溶かす方に入れていきます。蜂がいるので、ね、結構怖いんですよね。刺しに来ないでねって感じ。多分大丈夫だと思いますが、時々飛んだ蜂を外に出しながら、出て、ほら出て、明るい方出なさい。明るい方行くの、入ってきちゃダメよ、入ってきちゃダメ、出なさい。出たね、あんたも出なさい、出て、はい、出て、入ってきちゃダメ、出た出た。蜂たちを外へ出しながらの作業になります。これも空っぽ、すっからかんですね。軽い軽いです。ここら辺ちょびっと入ってますね。ちょびっと入ってるけど、もう大方周りは空っぽです。ここら辺だけです。これもね、ベタベタしているので、一回蜜が入ったんだろうなっていうような形跡はあるんですが、ここら辺とかね、ちょっと蜜残ってますけれども、でも空っぽです。蜂たちが冬の間に食べて消費したんだと思います。ここ蜜溜まってるの分かりますかね。こんな感じ、少しだけ蜜溜まってます。すっかすかのクッキーみたいです。穴ぼこだらけ。今ここガラスのところにミツバチが止まったんですが、お腹が透けて向こうが光って見えてます。あ、綺麗、透けてるんだね。これね、肉眼だったらもっとね、鮮やかにね、透き通って見えてるんですよ。めっちゃ綺麗です。はい、ですね、こちらサラダスピナー買ってきました。これね、300円でダイソーさんの横のね、スリコインで買えるところで買ってきました。でね、使えるかどうかね、分かんなかったんで、とりあえず試してみようと思って。ミツバチの先生に聞いたら、このね、サラダスピナーってあんまり役に立たないよって言われたんですけどね、まあ300円だからダメで、もともと、またサラダにも使えるし、いいかと思って、とりあえず買ってきたんですね。で、こんな感じで、中蓋がついているんです。で、こういうタイプですね。で、ここに、もうね、今ちょっと試しにやってみたんです。巣板を入れまして、でくるくるくるってちょっと回したんですね。でちょっと回したら、こうやってもうすでにね、出てきてるんですよ。うん、これね、使えます、大丈夫でね。今ここに蓋の方についている巣板、綺麗なのが少しあるので、これをね、
細密してみようと思っているんです。あ、ゴム手袋ちょっと飛びますね。カメラの操作しないといけないので片手だけね、左手だけゴム手袋つけます。で、右手は素手ですけど、スバには触らないようにします。で、切っていきます。ちょっとね、まだね、蜂が1匹いるんですよね。ちょっと避けてくれないかな。つかないで。はい、こうやってスバを入れていきます。蓋がついてるところもあるので軽くこうやって蓋を切りますね、はい、こちら側裏側もしっかり蓋ついてますね。もうわずかな部分だけだなんですけれど、こんな風にね、蓋されているいい蜜もあるので、これ余すところなく取れるようにしていきます。じゃあちょっとね、試しに、ブンブン回してみます。横からも映した方がいいかな。ちょっとこの角度で映してみます。はい、こんな感じで蜜が吹き飛ばされて下に垂れていきます。はい、ほんのちょこっとなんですけど溜まってきました。はい、でこれスパチュラで綺麗にかき集めたらもう少したまると思います。50ミリの小瓶にいっぱいにもならないかなぐらいな感じですけどね、はい、こうやって、蜂蜜を採取していきます。はい、このようにですね、サラダスピナーをぐる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 回しまして、やっと集めた蜜がこちらなんですね。この小さい小瓶に8個だけ採蜜することができました。あとね、たくさんスクズがね、出ております。で、これを使ってまた後日ね、もしできるんであれば蜜ろうを生成したいなというふうに考えております。興味のある方ね、またそちらご覧になってください。サラダスピナーをずっとこうぐる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 回していたんですけれど、まあ、そのおかげでね、こうこの親指の母指球のところね、こういうところ筋肉痛ですし、それから肩、二の腕この辺りもね、もう全部筋肉痛になってるんですよね。まあ、重たい箱を持ち上げたりひっくり返したりね、で力入れてあのねじ釘を開けたりとかね、スクレーパーでね、巣を切ったり、そういうね、力作業がすごく多かったので、まあそれでこう2日後になってね筋肉痛が来てるのかなと思うんですけどね、まあこのちょっと筋肉痛、親指のこの筋肉痛のせいでね、今日あの網針を持つのが痛いんです。なのでちょっとね、編み物はお休みさせていただいて、こういう風に動画作らせていただきました。でね、今回こういう風に小さい瓶に詰めてるんですけれども、まああの普段一緒に畑しているお友達であるとか、それからこのミツバチの先生をね、紹介してくれたお友達とかにね、これね、プレゼントしようかなと思いまして、こういう風にシーリングワックスっていうんですか、シーリングスタンプっていうんですかね、これ蜂の柄のね、こういうシーリングスタンプを押してね、ちょっとね、封をしているんですけどね、こんな感じでラッピングしてみました。ね、もっとね、いい状態の蜜がね、たくさんふんだんに取れるようになったらいいんだけどなーって思っています。まず何よりもね、その蜂の生態を見させていただけるっていうことが何よりも楽しくって、あの毎日ね、ブン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 出入りしている蜂たちの様子見るのも大好きですし、でそれからこういうあの、なんていうのかな、巣板の様子っていうんですか、どういう風に演奏されていたんだっていうのをね、見るのも好きですしね。道具ですね、今回はサラダスピナーっていうね、道具を採蜜するためにちょっと使ってみましたけれども、またあの蜜ろうを作るためにも道具、ちょっとどういう風にしたらいいのかなっていうのを考えたりとか工夫したりとかしながらね、あの楽しんで作業を進めております。まあ、今回ね、ずっとこの巣箱を解体する作業、解体っていうのはちょっとね、寂しいことなんですけれども、まあ、解体してる間ね、ずっとあの蜂蜜の甘い香りに包まれて、でまた蜜ろうのね、こっくりした香りにね、包まれて、すごくすごく幸せな気分で作業を進めることができました。まあこれがね、あの綺麗に重箱切るようにして採蜜できたんだったら、もっとね、嬉しいんだろうなと思います。さらにさらにあの勉強を重ねて、
頑張っていきたいなと思っておりますので、応援お願いします。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が良かったらいいねボタン、チャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ごきげんよう。